こがすげえ。もうヤギはもうメジャーゲームになったからやりたくないんだよ本音のところは。よし行きます。あれコントローラーがどうか行った。ちょ、あれ NHK 紅白クイズが、あれあー出た出た。よしよしよし、じゃあ最後連想ゲームやっていきましょう。終わってないよこれにしようか。あ、ナイスツッコミ。よし今日は4賢者出番なしで連想は難しそう。そうっすね、確かに。じゃあこうしましょう。ブブーじゃないですよ。いきます。だと思います。だそれはあの焼きそばね。よしじゃあ行きましょう。監督、じゃんけんマンカンスとクリアできなかっただろ。はい。そうですよ。負けましたよ。あれに関しては連想ゲーム始まりました。懐かしい。いいね。業務用を買えば現役って発想ですね。懐かしいんだ。岐阜。和骨ということで1713万さんいらっしゃいませ。岐阜もさっきの問題だ。また出てきたこいつ、アントニオ猪木風の顔の男。これは懐かしい。4件ではアメリカのみたいような。懐かしいんだ。わらわら逆転の発想。連想は10人といろと申します。連想は10人といろ。そうですかね、楽しみですね。ということで和子監督ということで、さやでさんいらっしゃいませ。参加者の皆さんをご紹介いたします。お、誰ですか、紹介してください。まずは赤組キャプテンから。あら白組、あと、はい、よろしくお願いします。ババア出てきた。ちょっと待ってくれ、なんだなんだ、赤組キャプテンさっき選んだような気がするんだけど、なんでこんな人になったんだ。続いて赤組の回答者を。おさらじゃねえよ、嫁じゃねえ。赤組の回答者はこちらの方々です。はい、嫁。あ、千秋さんとかなこさんですよ。あ、そうなんですか。それでは対する白組キャプテンの紹介です。白組キャプテン、はい、任せてください。いやこれ誰これ。続いて白組の回答者をご紹介いたします。はい、白組の回答者はこちらです。いいですね。以上の皆さんです。はい、この番組はいくつかのコーナーに分かれております。またコーナー制か。連想ゲーム、3ヒントコーナー、そして1分ゲームの合計3コーナーです。また3種類クイズがあるの、大変だぜ。いけるんでしょうかね。オンライン対戦ができないんですよ。ちょっとそれは残念ですよね。しかもまあこれ今度、あれなんでここにまた2人女性が出てきた、どういうことこれ。キャプテンが出すヒントから連想される言葉を当ててください。了解。それでは遊び方を説明いたします。はい、順番に1回ずつ答えていく連想ゲームです。はい、わかりました。1人につきヒントパネルは1つ。自分の順番が回ってきた時に答えが分かったら、すかさず A ボタンを押します。だからまだ問題じゃないって。そうしたら丸く並んだくる決めパネルを使って、はい、またこれか。時間内に答えられなかった場合は相手側へと回答権。よし頑張ろうみんな、連想クイズですよ。また最初のヒントで正解するとボーナス得点が加算されます。はい、ということで和子監督抱っこしてということで、よーしよ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 ーしよしよしということで、1747番さんいらっしゃいませ。行きましょう。では始めます。じゃあ嘘本当クイズじゃねえ、行きますよ。では1問目行きます。今回の回答者はこちらです。はい、わかりました。ではまずは白組からスタート。スタート、はい、いきますよ。次の言葉から連想されるものを答えてください。はい、まずはこれ。ひとっ飛び。ひとっ飛び。ひとっ飛び。ぼっち。よしよし。ひとっ飛び。はい。ひとっ飛び。ひとっ飛びといえば。ヘリコプター。惜しい。違う。残念。ヘリコプターじゃなかった。ボーイング。ボーイング。飛行機じゃんこれ。いや飛行機じゃんこれ。あらそう。よしよし。カタ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 。空港。やだ勝った。飛行機。間違いない。飛行機だこれ。おぼかさじゃない。当たりです。オッケーオッケー、とりあえず1問目ゲットです。皆さん慣れてきましたか、こんな感じですよ。まさか合ってた。2問目合ってましたよ。今回の回答者はこちらです。はい、おこけ大体わかった。まずは赤組から。次はスタート。赤組から。次の言葉から連想されるものを答えてください。はい、何ですか。まずはこれ。成人式。成人式。成人式。焼きそば。成人式。これでは清掃。清掃。着物だ。着物。着物。着物じゃない、振袖だ。振袖。振袖。間違いない。着物。ウッフー。お見事。振袖。
袴、暴動。やりましたよ。暴動ってなんだお前。なんで暴動になるんだ。今回の回答者は違いますよ。はい、今回の、回答者はこちらです。では、まずは赤組からスタート。言いますよ。次の言葉から連想される人を答えてください。今度は人物、人物、人物らしいよ。マルサ。マルサ。人物でマルサ。マルサといえば誰だ。あの人じゃない。おぼたかじゃない。万作。焼きそば職人。万作。マルサと万作。白組。加藤隆。痛み重症。何。女。加藤隆。女。え。痛み。新崎。痛み。飯島愛。おお、すげえ。君たちは天才か。ちょっとみんな、伊丹十三でしたよ。4問目。次。今回の回答者はこちらです。今回の回答者はこちら。はい。では、まずは白組から。見直しましたよ。スタート。ではまず白組からスタート。次の言葉から連想されるものを答えてください。もの、もの、連想されるものらしいよ。草木。草木で連想されるもの。草木で連想されるもの。はい、白組。スコップ。草木。焼きそば。果物。フライパン。あ、しまった。残念。ダメでした。頑張ります。草木。光合成。草木で光合成。二酸化炭素だ。二酸化炭素。違う、植物。クソゲーだこんなの。何、あ、ほんと合ってる。しかも LG さんすごい。マジか。酸素。やる。5問目。酸素とかそういうのかと思いました。こちらです。いや、ちょ、酸素とかそういう系だと思った。次行こう。では、はい、まずは白組からスタート。人が白組からスタート。すごいな。次の言葉から連想されるものを答えてください。連想されるもの。強化。強化。強化。白組。理科。うわぁ、ダメか。ダメみたい。国語、授業、数学、座り方、教科、座り方。赤組。社会。さ、何これ。社会。体育。体育座りだ。水泳。水泳。体育。体育か。体育だと思う。体育だ。性教育。オッケーオッケーオッケー。みんなすごいな。だから私水泳得意ですよ。オッケー。最終問題。最終問題です。最終問題を回答していただくのはこちらです。体育でしたね。体育座り、教科、そういうこと。体育ね、そういうことだったんだ。水泳も体育だからね。行きましょう。では、焼きそば座り。まずは赤組から。赤組からいきましょう。スタート。焼きそば座りなんてないよ。次の言葉から連想される四字熟語を答えてください。四字熟語。四字熟語。四字熟語来たよ。青函。四字熟語。青函。四字熟語。早っ。え、キ？キス。何それ。ちょっとお前バカなんじゃないか。でもキが答えだ。正解でキが最初。奇跡。キキ一発だ。なるほど、天才だ。君たちは天才か。キがない。キがない。キ起死回生もない。キムチ。起死回生も死もなかったよ。死もないよ。九死一生。あ、それか。九死一生か。天才がいる。ラッキー。オーケー、きたー。九死一生。キリスト。キリストじゃないよ。九死に一生出した。オーケーオーケー。とりあえず私が勝ちましたよ。これキムチじゃなかった。天才。ありがとうございます。最初のコーナーが終わりました。OKOK。 まずは皆さんね、最初のコーナーが終わりましたよ。点数を見てみましょう。このような結果となりました。はい。一層ってワードいいのか。ブーン。圧倒的勝利。監督じゃない。天才さん現れたね。すいませんでした。そうですね、うちの放送に天才さんが現れましたよ。リスナー、私じゃありません。一歩リードしております。そうそうそう。リスナーと私の力。頑張ってください。ね。相乗効果ってやつですよ。赤組もまだまだ逆転のチャンスがあります。そうですね、まだまだこれからですよ。頑張ってくださいね。ゲームはこれからですからね。はい、わかりました。それでは次のコーナーに参りましょう。参りましょう。さあ、今度は3ヒントコーナーです。なんですかそれ、3ヒントコーナー。知らないぞ。キャプテンが出す3つのヒントから連想される言葉を当ててください。最初から3つもらえるのかな。
3つのヒントで早押しする。ここからの答えが分かったら誰よりも早く A ボタンを押してください。よし、行くぞ。あとは丸く並んだくる答えるのは、また来る決めか。了解。はい、今度は早押し問題です。分かりました。分かった方は A ボタンを押してください。それ焼きそばでしょ。さあ参りましょう。嘘、本当クイズじゃありません。何度言わせればいい。では1問目いくぞ。3つ来るよ。どちらのチームが答えても構いません。夜間、早く押した人が、はい、それでは始めます。いきます。次の言葉から連想されるものを答えてください。連想されるもの、連想されるもの。和服、和服、うなじ、うなじ、温泉街、温泉街、和服、うなじ、温泉街、なんだ。葬式、うっかり出してみた。温泉街、湯、湯、湯、京都、湯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 、浴衣、浴衣だった。ゆせ。オッケーオッケーオッケー、向こう間違った、向こう間違えた。あんま、しかも無能っていうな。もう一回行こう。聞いてる聞いてる。あたたたたたたた。行こう。あ、北斗の拳。北斗の拳。北斗。北斗北斗。あたたたたた。ケンシロウ。来た。あわ姫。ケンシロウ。来た来た来た。次ですよ、皆さん。次の言葉から連想されるものを答えてください。はい、一生。ルーレット。車。一生ルーレット車。なんだこれ。え、一生ルーレット車。人生。人生ゲーム。うわ、アホみたいに漫画ちゃんとしか答え。すいませんでした。人生ゲーム。遅いね、みんな。私も分かんなかった。次の言葉から連想されるものを答えてください。切り替えていこう、切り替えていこう。イライラ、イライラ、電撃、電撃、胃が痛い、胃が痛い、イライラ、緊張、試験かな、テストかな、テストかな、発散、発散。何これ、ストレスだ、やばい、負ける負ける、負ける負ける、やった、緊張、大谷さん、あー難しい、これ KY のゲームじゃないよ。ストレスでした。次の言葉から連想されるものを答えてください。ギク、魔女の一撃、魔女の一撃、電気が走る、魔女の一撃、ギク、電気が走る。何これ。急性腰痛、急性腰痛、激痛、重い荷物、重い荷物、ギク、ぎっくり腰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 。オッケーオッケー。あ、魔女の一撃ってなんだこれ。何、魔女の一撃ってこれ、意味がわからん。何これ。まあいいや、最終問題、きたきたですよ。次の言葉から連想されるものを勝ちましょう。これで引き分けまで持っていきましょう。きりたんぽ、こまち、あきた、あきた、うんだ。あ、そうなんだ、知らなかった。あきた、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 あきた。お、正解正解正解。あ、そうなんだ。欧州でのぎっくり腰ごとは魔女の一撃というらしいですよ。また新たにね、我々知識の獲得しました。はい、ここまでの点数を見てみましょう。ワクワクワクで小規制にしてません。このような結果となりました。このような結果となりました。何なんでしょうか。イエーイ。業務用監督職域用目白組引き続きリードしています。いや、もう時間がないから急がないといけないんですよ。わかりません。危ない危ない。皆さん、業務用、あ、関係ない。ここでチャイムが鳴りました。これが最後のコーナー。最後のゲームは1分ゲームです。何ですかそれは。1分間でどれだけ答えられるか。やばい、これ時間1分限定だ。延長しなくては。ちくしょう、こんなことになってしまうと思いませんでした。最終30分延長しました。延長しました。しょうがありません。もう残り5分ぐらいのためにですね、延長しました。いきます。本当に皆さん、本気で勝負ですよ。ではルール説明に参ります。いきます。完結。時間内になるべく多くの連想問題に答える1分ゲーム。1分ゲーム、1分間回答したら次のチームの番です。順番に答えて回答数を競います。そんなことない。次のチームの番です。なるほどね。順番に答えて回答数を競いますよ。どんどんヒントパネルが出てくるので、答えが分かったらすぐに A ボタンを押します。了解。そうしたら丸く並んだ。ありがとうございます。延長とのパネルを使って正解を入力。どうしてもわからないときはパス問題ボタンで問題を飛ばします。オッケー。それぞれ順番にチャレンジしていただきます。
ご自分の番まで油断しないでください。了解。解答捜査中は時計が止まりますが、ちょっと本気出そうみんな。間違えるとタイムロスになる。本気出すよ監督。答えられそうにもない場合はパスをしてしまうのも作戦ですね。なるほどね、そういうことなんだ。まずはここまでの得点の多い白組からの。緊張する緊張する。本気。1分ゲーム。よし来るよ。はい本気来るよ。第1問。はい。ロック。ロック。回す。マスター。マスター。スペア。スペア。防犯。防犯。穴。穴？何これ。ロック回す。何これ。鍵。え、わからん。パス。鍵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 。パス。鍵。鍵。来た。そう。オッケーオッケー。一個一個ゲット。一個ゲット。次。俺の後ろに。俺の後ろに出すな。スナイパー。オッケー。ゴルゴ。ゴルゴゴルゴ。オッケー。よしよしよし。当たりです。次だ。ゴルゴ、ゴルゴ、会議、会議、議長国、議長国、首脳、G8、G8、三長、三長、サミット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 、オッケーオッケーオッケー。次だ次、行こう。ゴルゴ、わらわら、北極、漂う、オホーツク海、冷たい、流氷、流氷、流氷。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 OKOK。流氷。ありがとうありがとう。流氷流氷。正解正解みんな。焼きそば。よし行くよ。コピーライター。コピーライター。蘭学。杉田玄白。はい、わかった。蘭学。蘭学。蘭学がない。何の。だなあ。エレキテル。うなぎ。わかった。あ、なんて名前だったっけあの人。解体師じゃなくて、ただだっけあの人。たじゃない、やばい、違う違う、うなぎだからあの人だよ。はい、あ、終わった。平賀源内だ、平賀源内、やってもうた。源内が出てこなかった。では回答権が、やばい、全然答えなかった。平賀源内、平賀源内、平賀源内。あー、マジか。ということでイプシロンさんいらっしゃいませ。やばいこれ、負けるかもしれん。赤組の番です。ちょっとやばい。平賀源内、平賀源内だよ。大方圏内じゃない。初めて聞く名前という人は勉強不足だ。はい、こいつらマジか。マジか、やばい。やばいやばい、やばい、負ける負ける負ける。早い早い早い。やばい、白雪姫はバスしてきた。ミニサッカーモーニング娘。やばいやばい。フットサル知ってんのかこいつ。お見事。やった。花。童謡。森。森。イヤリング。イヤリング。スタコラサスカ。スタコラサスカ。やった。やばい。森のクマさんだ。森のクマさんだ。森のクマ。やばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。何この焦る感じ。何これ。カップコーン。冷たい。え、これでわかる。え。ガチ勢現る。あー、アイス。やった、やばいやばい。お風呂。やばいやばい。お風呂浴びる。出す。アナ。朝晩。朝晩。何？お風呂。シャワー。やばい。パエリア食ってきましたね。フーさんお帰りなさまざい。やばい。負ける。どんどん。早い。ハトサブレ。バクフ。パス。鎌倉市。よしよしよし。勝ったんじゃないか。勝ったかなこれ。さすがに勝ったんじゃないか。お疲れ様でした。はい。すべてのコーナーが終了しました。すべてのコーナーが終了しました。では得点を見ていただきましょう。はい。見てみましょう皆さん。一分ゲームの結果を今までの得点と合わせまして、はい、どう。このような結果となりました。どうよ。じゃじゃん。あ、余裕。意外と余裕でした。白組おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで、こちらの番組も制覇することに成功いたしました。お見事でした。リスナー強い。パチパチ。リスナー強いですね。ありがとうございます。ではまたお会いいたしましょう。では皆さんお会いしましょう。さようならということで、和骨ってことで2213番線でしますリスナーありがとうございました。だから5発ってのは間違いだったんだ。いやー、よかったよかった。勝ちました勝ちました。焼きそば。
いやこれであれじゃん、本当に存在する番組は全て制覇したんじゃないか私。焼きそば緊急ニュース、ね、また来た。パチ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 。ここで緊急ニュースです。はい。クイズ番組コレクションで新しい番組が遊べるようになったとの情報が入りました。割と楽しかった。皆さんこぞってご参加ください。リモコンパニック Q って何？以上ニュースをお伝えしました。また新しく出てきましたよ。さてじゃあ残りね20分あるんで、いや私も知りません、多分オリジナル番組だと思いますよ。そういうことですね。じゃあこれやる、ウイポはやらんよ今日は、ちょっとねすいません。じゃあ紅白クイズ合戦やってみようか。日本全国を舞台にしたスペシャル番組です。あこれみんなにちょうどいいんじゃない、よやってみよう。いいねいいね。なお参加賞として監督から焼きそばが送られる模様。オッケー、じゃあこれね選んで、よし。で歌合戦きた。次空いてるか、回答席に助っ人身を入れることができます。わら呼ばない、また延長になりかねないんで。次焼きそばつまらん。大丈夫大丈夫。B でかなこちゃんと、はい、とこれでしょうか。じゃあよし、呼べ。で、これゼロ。嫁を呼んだ方がいいの？嫁は来ないよ。行きましょう。じゃあこれで行きますよ。え、これじゃダメなの？呼べを嫁。だって私たち発言をお控えくださいね。私の後ろには、やばい、めっちゃあるめっちゃある。発言をお控えください。お告。90分かかる。90分かかるじゃんこれ。延長決定。ちょっとマジで。いや11は今日やらん。こっちやろう。こっちやろう。こっち。たっぷりやろうぜ。わらわら。これでやる。これやる。今日はこれ。今度はもっと多いやつやるから。よし。90分行こう。いや30分。60分の前。30分。今日は30分。今日は30分お願い。インディーズゲームやるからね。はい、ということで紅白クイズ合戦のやりやすい。あ始まりましたよ。パチパチ。あいいね。こんにちは。こんにちは。日本列島を股にかけたクイズが今まさにスタートします。いいねいいね。みんなで一緒に。私司会の白石雅人です、ね、うん、同じく司会の今日のもみじです。はい、よろしくお願いします。マラソン行きますか。では早速回答者をご紹介しましょう。真っ赤に燃えるハートを持った最強のクイズプレイヤー赤組の回答者はこちらです。もみじちゃんかわいい。私ですね、これね。白い色に隠れた情熱、熱きクイズプレイヤーが登場です。いいですね。白組の回答者はこちらです。ちょっと修造似てるね、確かに顔がね。ゲスト1。それではこの番組の遊び方を説明していただきましょう。はい、ゲスト1ということで殺されるでしょ。はい、この番組では、はい、日本各地のエリアを舞台にクイズで対決します。いいですね、これね。エリアにいる観客は皆さんの活躍を見てそれぞれのファンになってくれるの。私のファンの数がそのままポイントになるので。マジでマジで。観客が多いところで勝てばより多くのポイントをゲットできます。わかりました。なるほど、よくわかりました。ゼロとか言うな。ではまず頑張ろう、みんな先行後攻を決めましょう。アンチオッケー。スタート。はい、先行パネル。ストップ。はい、オッケー。私たちの先行ですよ。相方もいないやつが監督か。この勢いで勝利街道を突き進みましょう。この勢いで勝利街道突き進みましょう。では、今回も始めましょう。始めましょう。まずはこちらをご覧ください。はい。了解。すごい狭いあれですね、範囲ですね。マジか、九州入ったよ。今回はこの5エリアで九州入ったよ、みんな。北海道の方、東北の方、甲信越の方、そして四国の方、ぜひ参加してください。エリア名の隣に見えるアイコンはちょっと特別なことが起こる印です、ね、高得点のゴールドお土産が出現したり、地域密着型のご当地クイズが楽しめますよ。頼みますよ。了解しました。関東へ。それでは関東、関東なかったね今回ね。決めたいと思います。大丈夫大丈夫大丈夫。今回は私たちが指名させていただきます。指名させていただく。どこ。地元が選ばれなくてやる気ダウン。最初の回答者はこちらです。
いやーそうか、地元が選ばれなかったらちょっとやる気ダウンするかもね。大丈夫、こんばんは、クイズを聞いてということで、2325番さんいらっしゃいませ。おいゲーマー来たぞ、千鶴しながら見てるねということで、スプリンターさんいらっしゃいませ。メンバー同士答えを教え合うのはルール違反ではありませんよ。マジか、赤組の番です。私は一人だ。エリアを選んでください。よし、じゃあみんな九州をね押してくる人たちが多かったんで、まずは九州でいきますね。行きましょう九州。はい、何これ、イベントスロット何これ。どっちのチームに有利な目が出るのか、止まってみてのお楽しみ。私あドキドキしてた、私もドキドキしてましたよ。これは恋なのか。ではスロットを回してください。私もですよ、中国地方があったら嬉しかったよ。ではスロット回してください、行きましょう。スタート、おじいくよ。パンチの効いた、はい、中吉目押し、ペッペッペッ、よっしゃ目押し成功。二人だけやん、来ました、はい、来ました。この話題の戦いを一目見ようと観客へ100人アップします。ここで差をつければ、うん、一気にポイントも上昇します。いいぞいいぞ、仲良し、量は100点アップ。あ、これどれにしよう、マルチ音卓クイズ、マルチフリーワードクイズ。リスナーは今だいたいあのアクティブは30ぐらい。ちょっと待てよ、どれにしよう、連想ゲームは難しいでしょう。これにしよう、4択にしよう。マルチ音卓にしましたよ。マルチ音卓クイズ、オッケー、始まりました。九州ですからね。こんにちは。お、さあ今回は九州大会。九州大会だぞ。こんばんは。お待ちかね。いよいよクイズの。ということで2353番さんいらっしゃいませ。さあ赤組の皆さん、張り切って初戦を勝利で飾りましょう。行きましょう。あの有名な七夏腰に乗ってやってきました。わら。さてどうなるんでしょうか。今回の最後にはご当地クイズがあります。そうですよ。ということでターフデビル参戦さんいらっしゃいませ。ご当地クイズですよ、地元の方は有利ですよ。ルール説明です。ルール説明、4つの中から、はい、埴輪がなんか踊っとるな。マルチ4択クイズです。はい、答えが分かったら誰よりも早く解答権を得たら、正しく答えは1つだけと。よし行くぞ。ではクイズを開始します。そうですね、昨晩はかげろうしてましたけどね、言わないでください、黙っといてください。行きますよ、答えは1つとは限らないです。とまさかこのクイズゲームの誠が笑ってこらえて。19世紀の出来事を全て答えてください。19世紀の出来事、1800年。ちょっと待って、1800年代、1800年代よ。あー助けて、助けて。第二次世界大戦は1939年から1945年まで続きました。何何、ちょっと待って、しかも取られた取られた。小学生が運転できるものをすべて、すべて、小学生、これ、自転車、三輪車。よし、オッケーオッケー。全然九州の問題じゃねえ。ご当地クイズじゃねえじゃないか。オッケー。三人組のグループをすべて答えてください。三人組のグループをすべて答えてください。コブ、わからん。よしよし、ケズメじゃ違う。どれどれ、はい、3本3本、よしよしよし、ナイスだ。3本3本って言えばいいんですよ。3本 OK、 ケツメジャー4人組です。 OK OK、 ナイスだ、みんなすごいな。はい、北斎、写楽、まだいるの、知らん。ふぅー、秋沢馬琴は南宗里見パクケンジなどに危なかった、危なかった、危なかったぞ。みんな声変わりしてない、私はいつもこの声だ。いきますよ、聖書から生まれた言葉を全て答えてください。聖書から生まれた言葉、 OK。 まず違います。豚、白組、お見事、豚に真珠、豚に真珠でした。聖書からの言葉で貴重なものの、そういえば聖書小判あるわけないね。聖書に小判出てくるわけないね。申し訳ございませんでした。ご当地クイズ、マジか、そういうことか。ご当地クイズ来たよ、みんな。ここでご当地クイズの時間となりました。来た来た来た。九州エリアにちなんだ問題を出題します。わかった。
先ほどとはルールが変わりますのでご注意ください。お、わかりました。ルール説明です。ルール説明。焼きそば。正しい答えを打ち落とす。正しい答えを打ち落とす。パネル早打ちクイズ。正解パネルをよく狙って。マジか、これは私のうまさが問題になってくるぞ。でも間違えると得点がマイナスになるので注意してくださいよ。了解。早打ちたこれ。今回は一問のみの出題となります。わかりました。得点は通常のクイズの倍となります。地元の人は有利ですよ。地元の人は有利ですよ。間違えると減点されてしまいますから。よし、行くぞ、頑張るぞ、俺も。よろしいですか？わかりました。ご当地クイズ、始まります。福岡の職員ではだと、クイズスタート。ここを当てると相手が逆転。リモコンを無駄に活用とするシステム。長崎。行くよ、ご当地クイズ。九州地方の県は？九州の県は？オッケー。監督のむずすみたい。危ない焼きそばいつも通りの方が良かったわ。全然地元ご当地芸じゃないというね。わらわらなにこれ、覚えかけてる監督勝った。おめ地元だから何なのよ。地獄じゃないだろこれ。全然意味ない。お土産。何これ。何これ。わら。あいぎすぎ。わらわら。これはどうしようもできんし。わら。あ、配信。いきなり出店済みになった。あ、もうめちゃくちゃだよ。びっくりした。交通事故やで。わらわら。一番でかいのね。一番でかいですね。了解。よし。じゃあ一番でかいのにしましょう。どれにする？じゃあやにします。げもいるよ。げも多いね。げが多い。じゃあげにしよう。はい。よっと。やい。お土産ゲットです。豚骨ラーメンゲットだぜ。九州だし。やった。げ、あれでした、豚骨ラーメンでした。今回の結果を見てみましょう。やだったけん、私も思いましたけど。これで、お、どうよ。クイズ中の得点に応じて観客の皆さんがそれぞれのチームのファンになるらしいですよ。ファン1人につき1ポイントが入りますよ。わかりました。観客の評価はどうよ。おしよしよし、勝ってる勝ってる。私のファンが、あ、来た来た、何これ。50ポイントゲット。圧勝だ圧勝だ。ダブルスコアだ。よし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 。さあまずは赤組が先生。このまま優勝しちゃいましょう。そうですね、優勝しちゃいましょう。次はどこですか。回答者を決めましょう。今回は皆さんで選んでください。だから回答者は私しかいないんだこれ。バカタレ。じゃあ今回の回答者は何がハハハだよ。回答者の方はウィーリモコンを持ってください。持ってるよさっきから。白組の番です。持ってる。を選んでください。次は私が選べないんだ。あ、北海道来ました皆さん。はい、エリアが決まりました。スロットを回しましょう。これ私じゃないんでね、勝手に向こうが選ぶんだと思います。私じゃありません多分。頼む。トップ。あ、吉。あ、5点ゲット。北海道はクイズに答える前からボーナス得点、5点をゲットすることができるんです。みんな北海道来たよ。黄金土産だから勝たないと逆転されるぞ。吉、一番のラーメン、豚骨ラーメンプレゼントなんて。フリーワードクイズ来た。何を知らないと決めてもらいます。フリーワードクイズ。北海道の皆さん、お待たせしました。今日も縛れるね。北海道大会が始まります。これ北海道の人がよく使ってるね。生主さんで、ね、私の知ってるテキラッチョさんもよく使ってますよ。縛るねとかね。ちょっとリードされている白組、そろそろ差を縮めちゃいましょうか。よし、遠慮は無用です。ガツンと言っちゃってください。よしよしよし。今回の勝利チームはゴールドお土産を。ゴールドお土産なんですかそれ。ルール説明です。勝ちましょう。言葉を選ぶフリーワードクイズです。ド M 宣言。北海道の県は生ラビクリした。生ラビクリしたとか言いますね。 A ボタンを押してください。丸く並んだ。オッケー、これフリーワードなのね。了解しました。クイズ対決開始します。後ろになんかクマが、なんか鮭持っとるけど、あれ、そういうことか。木彫りのクマってことかな。よし、 A で早押しね。オナードちゃん、行くよ。よし、加藤、
いきます。まずはこちらをご覧ください。はい、イカとタンスと靴。なぞなぞです。はん、この栄養素は何でしょう。炭水化物。赤組。炭水化物間違いない。炭素にイカ素タン、うん、炭水化物。オッケー、これで逆転。みんな何を言ってるんだ。全然関係ないこと言うんじゃない。炭素イカブーツ。炭素イカブーツ。炭素イカブーツ。オッケーオッケー、次いきますよ。まずはこちらをご覧ください。ブラジル。3文字打てば5は打たれる。ブラジル。ブラジル。ブラジル。オッケーオッケー、加藤加藤。オッケーオッケー、皆さん正解ですよ。ありがとうございます。ブラジルで正解。ブラジルの首都はブラジリアです。焼きそば関係ない。焼きそばっていう国はない。ブラジルの首都はブラジリアです。わからん。ご当地クイズの時だけなのかな。1964年に開催された。はい、バレーボール。バレーボール。バレーボール。バレーボール間違いない。惜しく、北海道は多分ね、最後ご当地クイズで出てくるんだと思いますよ。東京オリンピックでは決勝でそれを破り、そんなこともあったらしいですね。バリボーという正解です、皆さんね。はい、ということで2560番さんいらっしゃいませ。ルペン三世、主人公ルパンは怪盗ルパンの孫、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 北海道、わらわら、赤組リード。おじいさんと同様、星にかけては天才的才能を持っています。これぐらいわかります、私も。最終問題、最終問題来るよ。ビートたけしとビートきよし、2人が2ビート、2ビート、2ビート。オッケーオッケーオッケー、2ビート、オッケー、勝ちました。相方のビートきよしとともに80年代初頭の漫才ブームを引っ張っていました。80年代初頭の漫才ブームを引っ張っていました。よし、終了。よしよしよし、いや楽勝。てか全然ご当地クイズも出てこない。もみじまんじゅうは違う人のギャグだ。もみじまんじゅうは違う人のギャグだ。もみじまんじゅうは違う。こまねちゃん正解。さあ、勝ったチームにはお土産を差し上げます。どれにします、どれにします。皆さん、み、みが1人、げが1人。30、50、300が入ってるらしい。み、了解。み、みが多いね。はい、みが多いね。みいきますよ、いきますよ。ほい、うわはははは、300じゃないじゃん。ここでゲだし、みんな。ざまわらわら。ざま。さて、今回の結果はどうだったでしょうか。もう遅いよ、みんな。だからゲって言った。へちょいとか言うんじゃない。計画通り。天才は北海道名産。ああ、計画通りなのか。計画通り、わらわら。ふうや。手を信じれない感覚。よしよし。まあ最悪じゃないし。いや、信じれなかったよ。まあまあそうですね、最悪じゃなかったしね。これやばいな、だんだんこのテレビ的には面白くなくなっちゃってる。勝ってるからいいじゃん。そうですね、勝ってるからいいですね。お、指名させてもらう。勝手に今回の回答者はこちら。ご当地とは言ったという。ということで2626万歳の島さん、全く関係ありませんでしたね。回答者の方はウィーリモコンを持ってください。はい、持ちましたよ。赤組の番です。エリアを選んでください。あ、私が選んでいいんですか。どれにする、みんなどれにする、みんなどれにする、どれにする、みんな。東北。東北。東北。オッケー。イタリアで監督地元ないもん、これ甲子園つ。東北が今リード、東北が今リード、東北が2、甲子園つ1つ。どっち、ブラジルないね。このゲームって何人かで集まって、東北ね、東北、あんまそういうこと言わない。よし、行こう。東北にしましたよ。よし、基地にしないとやばい。これ今日が出たらやばいよ。目押しでいくよ、目押しで。監督目押しできるから多分。はい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 。おお、一個ずれた、一個。あっと、勝っている赤組は一個ずれた。なんね今の。ずれたじゃん今、完全に。判定形式はクイズによって異なります。目押し、わら、東北の。重たい。クイズ選択。計画通り、露骨な調整、わら、さすが監督、盛り上げるぜ。何これ、つながりクイズって何。
つながりクイズっていう謎のクイズを選びました。正しくつなげましょう。いいね、お祭り。つながりクイズ。判定、放射能あります。やりおった、わらわら。こんにちは。そういうことは言っちゃダメだ。ね、2671万さん、それはダメよ。こんにちは、こちらトーク大会が始まります。後半戦となりました。これからが本番です。はい。赤組、頑張ってください。私が応援していますからね。あなただけが私の仲間です。では、そろそろクイズのルールを説明していただきましょうか。では、そろそろクイズのルールを説明していただきましょうか。ルール説明です。この状態のある言葉同士の線でつなげるつながりクイズです。つながりクイズ。答えが分かったら A ボタンを早押しします。早送りして。そうしたら左右のパネルから関係のあるもの同士を線でつなげちゃいます。そういう問題なんだ。了解。パネルをポイントしたまま A ボタンを押しっぱなしにすると線が引けますよ。了解。今回の赤べこの存在感ありますね、後ろでね。効果がつけられています。マジか。出題されてから約3秒。ということで、有機サイナスの方から今日はね、NHK 紅白クイズ合戦っていうゲームをやっておりますよ。まだまだこのくらいなら平気ですよね。だからそのネタはやめなさい。皆さん、まだまだこのくらいなら平気ですよねということで、今回も始めましょう。スタート。いきましょう。3秒間はね、押せませんからね。問題。関係があるものの間を線で結んでください。はい。いろはかるた、花札、うの、トランプ、梅ジャック、オッケー。赤組。スキップと、うの。ジャックと、トランプ。梅と、花札。花より団子と、いろはかるた。オッケー、来た。オッケー。カードゲームとカードの種類です。勝ちましょう。皆さんの力で。関係があるものの間を線で結んでください。いきますよ。なにこれ、やばい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 、わからん。タンジェント、タンジェント、コサイン、わからん。あー、タンジェント、あー、わからん。あー、やばい。算数でした。しかも知らない、これわからなかった。三角関数を表す言葉です。あー、三角関数を表すことは難しいね。関係があるものの間を線で結んでください。違う違う、漢字で書くのを知らなかった。関係があるものの間で線を引いてください。なんだこれは。 OK、 わかった。これはわかった。ハイブリッドは複合、クライアントは顧客、アミューズメントは娯楽、サンセスは大規模調査だ。 OK OK OK。 外来語の意味です。いいぞいいぞ、リードリード。関係があるものの間を線で結んでください。センサスだった。すいませんでした。センサス。オッケー、来た。札幌雪まつりは北海道、青森県、博多どんたくは、落ちてない、福岡県、これ出てないけど大阪。オッケー、岸和田だんじり祭りは大阪。日本の祭りと焼きそば鉄板。オッケー、焼きそばと鉄板は当然だ。来たよ、最終問題。関係があるものの間を線で結んでください。和骨ってことで、かなえさんいらっしゃいませ。大阪祭りないのかと思った、わら。あ、松島菜々子がある。ちょっと待って、知らんし。これ、わからんぞ、ちょっと待ってくれ。わかった。わからん、助けて助けて。ランジの女王、なにこれ。やばい、わからん、やばい。ランチが、ランチが、竹内、オッケー、次は、ヤマト発言をお控えください、出てない、わら、オッケー、わらわら、監督、人参、三崎姉貴、ヤマト、やだ、竹内ランチ、テレビドラマのタイトルから、オッケー、オッケー、ヒロイン役、オッケー、オッケー、みんな、みんな詳しいな、皆さんのおかげでこの問題は助かりました、本当にこの問題は助かりました、わら、パチパチ、ありがとうございます、すごいですね、七個。いやー、ここに来て7個出てきましたよ。監督技系、いや、リスナー言うの、監督の技能技系をね、つなぐんじゃない。よしよし、みんなどれにする。勝ったチームには、いや、リスナーの勝利ですね、これはね、完全にゲオッケー、ゲや、ゲゲが多いね。いや、ゲゲが多いね。よし、じゃあゲにしよう。ゲが多いね。ややが増えてきた。1,2,3,4,5 み、でしょ、わら、げ、ややがちょっと多い、やにしよう。はい、ふぅやりました、皆さん、皆さんを信じて本当に良かった。
ここはジェジェジェですよ。で、ミニアンケートし、やった不正。今回の結果を見てみましょう。見てみましょう。逆転当てやがった。わらわら。やや。観客の評価不正を。やだー、白組残念、東北は我らのものとなりました。あー、いや、あの3秒間答えられないっていうハンドでした。よしよしよし、勝利の女神は圧勝ですよ。クイズ王にね歯向かおうとしたやつらがね悪いんですよ。回答者を決めましょう。回答者を決めましょう。最終問題は1万点です。そういうことになるんでしょうかね。回答者はこちら。また延長しないといけないかもしれない。回答者の方は Wii リモコンを持ってください。持ってる持ってる、さっきから勝利のリスナーや大丈夫。最終問題は逆転可能な。皆さんのおかげでさっきのやつは、本当に勝ちましたよ。四国 OK。 あ、私じゃない、私が選べるんじゃないんだ。すいません、私じゃなくて敵が選ぶ番でした。大吉がある。これは危険な香り。延長の方ありがとうございます。スタート。これは私が選べるんじゃないんで、敵が選ぶんだよ。あ、なにこれ。クイズ形式が一種類だけになります。お前それ俺らにとっても辛いじゃんそれ。ちょっとちょっと選択もう切れてるし。わらわら、延長の方ありがとうございます。早押し4択クイズになりました。早押し4択クイズ。全然興味しょうがないな。こんにちは。こちらは甲子園地方からの中継。選択のうちにありませんでしたよ。びっくりしました。いきますよ。白組の皆さん、白組の皆さん、ここからかっこよく逆転してしまいましょう。このまま負けたままではいられませんよね。よし行くぞ。そろそろ始めますよ。ルール説明で。もうルールはわかるよ。正解を一つだけ、答えがわかったら解答権を得たら。了解。早押しね。一つだけ選ぶのは。最終会場。よし行くよみんな。豪華会場にするの面倒い。問題1、はい、フランスのブランドシャネルはもともとは何屋さんだったでしょうか。シャネルはもともと何屋さん。白組、やべ、焼きそば屋。白組焼きそば屋じゃない、帽子屋だ。帽子デザイナーから出発したシャネルはフランスモード界の女王になりました。いや、みんな間違ってる。問題です。カバネム、リカちゃん人形は、リカちゃん人形は日本で生まれましたが、バービー人形はどこの。アメリカ。赤組、うやこれで同点。よし、エロ本屋じゃないよ。ということで前寿司水蔵修一さんいらっしゃいませ。これ合ってるだろ。オッケー。アメリカ。次の問題。アメアール。ベートーベンが作曲したオペラの数は全部でいくつでしょう。ベートーベンのオペラの数は2。残念。嘘嘘、あれ2じゃなかったっけ。あれ白組。3 3 違います。嘘だ。みんなフィデリオという一作品だけしか作曲していません。みんなひどいな。まあいいでしょう。問題です。あ、1だったか。自立と倹約を心がけなさいという意味の教え。白組、あ、しまった。正解です。やばいやばいやばい、負けとる負けとる。今までも面倒を見てくれないし、お金も使えばなくなってしまうという意味で。プロじゃない。なんで私を間違いを選ばそうとしてるんだ。最終問題、これ取らないと。果物の王様といえばドリアン。では女王様は、ラフランス。女王様はどれでしょう。白組。わらわら。残念。バナナ。左上。正解はこちら。わらわら。マンゴスチン。マンゴスチン。マンゴスチンが繊細な甘みのため女王と呼ばれています。マンゴスチンでした。すいませんでした。負けました。あー、ほら。終了です。わら。やったれ。負けました。すいませんでした。へー。お土産チャンス。さてどれ選ぶんでしょうね。さあ、勝ったチームにはお土産を差し上げます。今回用意したお土産は30。いやだから渡してないよ。という顔出しですか。ということで2880番さんいらっしゃいませ。やっつけすぎだろ。うわ、一番しょぼいの。ゲットです。この人たち本当運がないんでしょうね。新一郎言ったおい、出だって。今回の結果はどうだったでしょうか。いや本当にダメな奴らですね、あいつらね。この笑顔、嬉しそうに。さあ、観客の評価は。いやかわいそうですね。はい、よしよしよし、
そうは言っても大丈夫。よし、最後四国ですよ皆さん。結構さっき四国って言われてる方いらっしゃいましたけど、ね、楽しみですね。状況に大きな変化はありません。そうですね、甲信越もなかなかでしたね。それでラストは、さていよいよ紅白クイズ合戦も残り1エリアとなりました、はい、最終決戦では今までと違い回答者を交代しての3連戦となります。私一人しかいないんだけど、皆さんで選んでください。うどんの問題が出そうだぜ。うどんの問題出そうですかね、楽しみですね。全部私しかいない。よかった。まあいいでしょう、私が一人三役です。 B リモコンの準備をお願いします。はい、会場の特別ホールには前方すでにたくさんの観客が押し寄せているようですよ。代表監督ボッチ、しょうがない、孤独な戦いですよ皆さん。ウイボで監督同じ配合しようとしたらドンがいなくて不可能だったんご、わらわら。ボッチにはギリギリゲーム。そうなんですね、それはつらい。ここまでのご存知クイズ、九州の県早押し、強烈なボッチアピール。そうっすね。何これすごい人数だ。え、赤組の番です。笑エリアを選んでください。500、ちょっと待って、500ってことはこれ逆転可能じゃないか、やべえ。ちょっと待って、これでスロットで吉を出さないといけない。大吉出そう、大吉出そう、大吉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 、中吉の上ね。中吉が来たら押すよ。逆転できないと思う。あー危ない。目押し、わらわら。なんなんなん、ゴールドお土産をゲットする確率が滑った。あ、ゴールド二択イベントです。2つのお土産箱のうち片方に必ずゴールドお土産が入っています。負けられませんよこれは。行きましょう。2つのお土産箱のうち片方に必ずゴールドお土産が入っている。この勝負をね、だからまだだって、まだまだ、さきさき、そうですね、勝てなきゃしょうがない。なにあれ、なんか出てきたよ、光ってる光ってる。これはもろくて、最終決戦。白の応援してるやつもいるぞ、大変だこれは。わあ、なにこれ、四国にこんなでっかい会場があるわけないだろう。今のは、不適切な、発言でした。申し訳ございませんでした。今のはね、不適切な発言でございました。申し訳ございませんでした。紅白クイズ合戦、いよいよ最後の時が迫ってまいりました。最終決戦ですということで、これは一瞬たりとも目が離せない戦いとなりそうです。これは一瞬たりとも目が離せない戦いですよっていうことですよ。では最後は3連戦です。改めて回答者を紹介させていただきます。 OK。ということで2947番さんいらっしゃいませ。では最後は3連戦です。改めて回答者を紹介させていただきます。最終戦すいませんでした、申し訳ございません。最終戦ももちろんこの人が務めます。こちらです。 OK。 番組プロデューサー私だ。監督さん分かってますよね。これまでの名勝負が胸をよぎります。白組頑張るしかない。最初の回答者はこちらです。誰だ。はい、千秋さんだ。四国のね、リスナーの方々、本当に申し訳ございませんでした。しかし、最後赤は誰だ。赤は監督だ。早押し4択クイズ。早押し4択クイズ。ルール説明です。はい、正解を一つだけ選んで答える早押し4択クイズです。一人だからね、しょうがない。よし、答えが分かったら、オッケー、また急いでやるやつだ。よし、勝つよみんな。それでは始めましょう。行きます。さあ勝者は果たしてどちらか。それでは始めましょう。最終決戦クイズスタート。クイズスタート。早押しね。了解、負けないよ。問題、問題。まずはこちらをご覧ください。まずこちら、ペンギン、ペンギン。アデリーペンギンが小さな石ころを集めています。何に使ったのでしょう。はい、巣じゃない、巣じゃない。卵を割る、違う、卵を割っちゃいけない。はい、巣を作る。よし、なんで頭を打ちつけるんだ。小さな石ころを集めて巣を作ります。武器じゃない。卵は石の巣によって雪解け水や天敵から守られます。オッケーオッケーオッケー。問題です。次行きましょう。ネイルアートネイルアートといえば体のドロップ。爪、わらわら。赤組得点。焼きそば作るのに使うとかね。ペンギンは焼きそば食べませんよ皆さん。あったと言われています。よしよし、
なんだ、紀元前の古代ギリシャではすでに爪に色を塗る習慣があった。ショコタンという愛称です。はい、赤組、ショコタン、赤組リード、オッケー。ショコタンさん、ちゃんと会いましたよ。言葉はショコタン語と呼ばれています。ショコタンさん会いましたよ。これニコニコでもね放送されてますよね、ショコタンさんね。よし行きましょう。次、民を漢字で書いたとき、はい、リットルを表すのはどれでしょう。はい、米。違います。ええ、リットルじゃないっけ、ベイって。うそ。米はメートル、やっちもうだ、やっちもうだ、やっちもうだ、メートルだ、そうだ。やばい、やばい、最終問題、平米だ、平米だ、そういえば。時計の関心が1時間で動く角度。はい、時計が1時間で動くのは360÷12。15!30÷12 ですよ。なんで選べなかった、やってもうだ。360÷12 ができなかった男、それが私監督です。申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。360÷12ができなかった男、それが私だ。作ったね、わら。理系では、理系なのに間違えちゃった。はい、いきます。これからが本番です。すいませんでした。はい、1戦目はここまで。これからが本番です。赤組はそのまま。白組は回答者が交代します。そうです、プレッシャーによく負ける男、それが監督だ。これから本気出す。赤組の回答者はこちら。よし、これから本気だ。次もお願いしますよ。はい、私です、監督です。明日から本気出す。では白組の回答者はこの方にお願いしましょう。誰でしょうね。よっしゃ、あ、ラスボス出てきたんじゃない、これ。さあ、ウィーリモコンの準備はいいですか。それが監督。クイズが変わります。いきましょう。嫁によく謝る男、それが監督。ここからはマルチ四択クイズです。マルチ四択クイズ、ルール説明です。4つの中から全て選ぶやつだ。難しいやつだ、これ。了解。もうルールは分かっていますよね。一つじゃないんですよ、答えがね。複数ある場合もある。クイズスタート。いきましょう。言います。2戦目、このゲームをやる男、それが困っている時に助けを得られたという意味で用いられるか。困っている時に、闇夜に提灯、渡りに船、地獄に仏。おしっけ、答えのなしはないんじゃないか。あるの、そういうの。あまり効果のないことの例えです。焼きそばに船、問題です。次、焼きそばに船は違う。世界三大映画祭が行われ、はい、カンヌ、ベルリン、ベネチア。ということで3013番さんいらっしゃいませ。私はクイズ王になる男だ。北野武監督が花火で最高賞の金獅子賞を受賞しました。ベネチア、国際映画祭では、北野武監督が花火で最高賞の金獅子賞を受賞しました。行きましょう。インドネシアの島をすべて答えてください。インドネシアの島をすべて。知らん。ちょ、インドネシアは、スマトラ島しか知らん。スマトラ島終わり。どうしよう。ジャワ。バリ。なんか知らんけど、あっとるあっとる。オッケーオッケーオッケー。よし、ここに来て引きを見せました、監督。監督はここで引きを見せました。ゲームソフト、みんな詳しいな。悪魔城ドラキュラの初期のシリーズで主人公の武器になるものをすべて答えてください。やばい、ゲーム生なしなのに。ゲーム生なしなのに。信じられない。オッケー。それ以外全部。オッケー。ホラー映画のような独特の雰囲気を持ったアクションゲームとして人気のシリーズとなっています。ゲーム実況生主としての面目を保ちました。よし、行きましょう。最終問題です。気象予報で台風の強さを表す用語をすべて答えてください。はい。ゲル白組。いや、これ分かったのにな。しまった。こいつバカじゃん。焼きそば、こいつバカじゃん。強い方から保てましたよ。ということで、そらちがさんいらっしゃいませ。強いの順です。よしよし。ここで私がもう完全勝利ですよ。2戦目が終了しました。次がいよいよ最終戦です。あんなの選ぶやついるんでしょうね。赤組はそのまま。
白組は回答者が交代します。さて最後のねラスト、はい、一人でも負けられません。最後の赤組回答者はもちろんこの方、誰だ、監督だ。では白組最後はやはりこの人、頼みましたよ。トマト、ちょっと待って止まってる、ちょっと待って止まってる、不正準備中、動画。はい、では、白組最後はやはりこの人、頼みましたよということで台本確認中、いきますよ、皆さん。ここから動画、オッケー。プロデューサーには色渡し中です再開したら監督が白にいるパターン。なんで再開したら私が白にいるパターンなんですか。いきますよ、よし。かなこさんです、ラスボスかなこ。シークバー見えてるよ。さあウィーリモコンをしっかりと握りしめてください。私も今リモコンをしっかりと握りしめてますよ。オッケー。クイズが変わります。クイズが変わります。何ですか、お願いします。得意なやつにしてください。最後のクイズはフリーワードクイズ。ルール説明です。ルール説明、自由に言葉を選ぶフリーワードクイズです。なるほど。答えが分かったら誰よりも早くワゴツンとこで3086番さんいらっしゃいませ。カープクイズが来たらいいんですけどね。丸く並んだ手抜き目パネルを使って正解を入力します。答えるのは最初の3、OK、答えるのは最初の3文字だけ OK ね。回答者の方準備はいいですか。変わってませんということで、ぬこ太郎さんいらっしゃいません。今日はちょっと絶叫してるからです、申し訳ございません。いきましょう皆さん、ここで勝つか負けるか勝負です。ではこれが最後のクイズスタート。いや、ずっといます。堂林のことなら何でも知ってるよ。1990年代中頃の極端な就職難の時期を表す流行。氷河期、氷河期、氷河期、氷河期。オッケー、オッケー。皆さんのね、答えも当てますよ。第二次ベビーブーム世代とかかなり深刻な就職難になりました。バブル崩壊の第二次ベビーブーム世代とかかなり深刻な就職難になりました。次の問題いきます。漢字で虫編に見る。シジミ、シジミ、シジミがトゥルルルル、シジミがトゥルルルル、シジミがトゥルルルル。オッケーです。ということで、ということで3107番さんいらっしゃいませ。シジミはシジミという言葉から名がついたという説があります。松岡。勝利です。松岡のおかげで勝ちました。謎謎です。ネズミと豚が結成したバンドの名前は何でしょう。ネズミと豚、ネズミと豚、チュートン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 。チュート、わらわら、チュー、チューブ、チュー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 、焼きそばバンド。残念。あれ？チュチューブじゃないの？あれ？あ、チューブって B だよ、 B。 スペル間違えた。何やってた？最悪だ。最悪だ。お見事。ネズミと豚、チューブ、チューブ。腰爪じゃないよ、チューブでした。問題です。やってもだ難しい。大化の最新の中心だな。中田の上の王子、中田の鎌足りは、中田の鎌足りはショ、ショ、ショーム、ショーム、カム、カムじゃない、ショーム、ショームだ。違う、あ、やったこと。何天皇になったでしょう。天地、天武、あ、天武、あ、天武か、天武か、ロ、ロって、ロって誰よ。天智天皇は在位中全国的な戸籍である。すいませんでした、申し訳ございません。日本史は弱いです、申し訳ございません。最終問題、何かしらの塊。答えはいくつでしょう。答えはいくつ、答えはいくつ、何これ、答えはいくつ、24 24 24 24 24 OK。 12 12、間違いない、12だ。これは理系として合わなくてはならない。いい調子です。やりました。正解はこちら。割り算は一般的に何記号で表されます。12って何よこれ。終了です。やったー。中出したのかまたりよし、中出したのかまたり、懐かしいギャグですね。お土産ちゃーす。皆さんお土産チャンスのお時間ですよ。パチパチ、うん、あ、ミカやどっちかだ、ミカやどっち。勝ったチームにはお土産を差し上げます。さて皆さん、これはね、皆さんのさあ最後にね、皆さんにはちょっとこれをね、焼きそばのやみ、スズメの恩返し、どっちがパチパチハチ、小さいやや、けあ、違う、ちょっと待って、アンケ、アンケやろうと思ってるんですよ、今、ちょっと最後。闇そば、や、やの気がするな。どっちが、
キン。焼きそば基準で考えるのやめろ。わら。アンケッター。焼きそばの屋で。みかな。み。や。や。さん。焼きそばの屋なんですか。うん。げ。でも。げ。よし。焦がすって言ってるだろ。わら。焼きそばのみ。や。さん。はい。みかんのみ。皆さんの力をね、ちょっと私知りたいんですよ。私は今後押しません。リスナーの皆さんの力をね、確認します。皆さんの力をね、私試してますからね。よし、じゃあ手を挙げてくださいということで、3220番さんいらっしゃいませ。もう行った、押した、押してない人いる、いける。 OK、 よし、オッケー。もう意外と割れたぞ。あ、焼きそばやね、や、やね、オッケー、オッケー。ややブレ、アンケートが終了しました。オッケー。意外と接戦。じゃあ、やを選んで負けたら、もう私は皆さんのあの選択をもう信じないことにしますからね。皆さんが正解だったら、もうこれからも皆さんを信じます。いきます。それぐらい重要なイベントですよ。100ポイント、300ポイントの2つです。いいですか、皆さんの実力を。どちらかが確実にゴールドお土産です。これはチャンス。ということで、3245番さんもいらっしゃいませ。皆さんの、もしね、そのイーブン、どっちかがわからない、どっちかが意味がわからない時あるじゃないですか。そういう時に、皆さんに質問した時に選ばしたら、いきますよ。はい、みんなのみ、おめでとうございます。負けたらお前らのせいかよ。ゲロ、フィナーレー。パチ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 。おい、無能。だからさ、ほら、パチパチパチ。はい、お疲れ様です。ついてた。わら、これで全てのクイズが終了しました。わらわら、パチパチパチ。だから見て言ったろが、わら、テストブリーチ。みんな、いやふぅ。いつも偉そうに言ってるのに。計算通り。何なんですか、あれは。なめぷ、知ってた。全然。放送的に面白い。しょっぱいね、みんな。私はミだと思いましたよ。私はね、正直ミだと思いました。最後の3年生の評価を観客の皆さんに委ねる時が来ました。はい、3年生の評価を観客の皆さんに委ねる時が来ました。皆さん、パネルの準備はいいですか。ではリスナーは退散します。後出し系生主、最後の評価をお願いします。さあ、最後の評価をお願いします。いい最終回だな。いやー、いいですね。みんながね、赤色を上げてくれてますよ。焦がさないと。日本列島を股にかけたこのクイズ合戦、いよいよ勝敗が決まってしまいます。皆さんの本気の力がぶつかり合う、どっち野郎が楽しい大会となりました。だから俺は言ったんだよ。始める前に何度もお前の身の丈に合ってない、下積みを。なんで身の丈先輩がいるんだ、うちの放送に。あなたの監督は正直者のことですか、それともこの嘘つきのことですか。明石川渡してないから。いいですね、これで全てが終わりだと思うと一抹の寂しさを感じますって言ってますね。しかし、とうとう優勝チームの発表です。これで終わってしまうんですね。寂しいです。こうも言った、信念を持て、場数を踏め、やがて実を結ぶ時が来るだろうとな。年末も終わりか、いい四国だったな。優勝はどっち、どっち、一物、どっち、フライパンかけて、どっちだ、優勝はどっちだ、どっちだ。赤組の優勝です。じらじら。圧倒的すぎ。もうこのゲームをやることはないだろう。ああ、クソゲー。ひどい。やらせ全開。赤くすんすん。優勝しました。いくら渡せば勝てるんですか。皆さんのおかげです。すんすん。ありがとうございます。次回もまたお会いしましょう。会場どっちだ。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう、みんな。わら、焼きそばいくらおごった？馬頭ばかり。ぼっちでも勝てる。一番ファンから注目された人は監督でした。パチ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 。ご当地問題楽しかったな。組ねえ、面白かったですね、ご当地問題ね。白身の方が女性多い。焼きそば引っ張るね。パチ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 。おめでとう、わらわら、圧勝。ありがとうございます。わらわら、
一番は小菓子中です。いやよかった。会場にいた観客は全員しらけて帰りました。こっちが勝ったら会場の空気が偉いことに笑。なんだい白組さんかわいそう。嫉妬の力小菓子中が無物、はい、というわけでいかがだったでしょうか。ね、なかなか良かったですね。いろいろなゲーム持ってるんですね、うん、そうそうそう、いろんなゲームやるのがね私好きなんだね。ということで3353番様いらっしゃいませ。さて、いかがだったでしょうか。今日はですねゲーマーズジャングルドキドキワクワクランラン放送局では NHK 紅白クイズ合戦の方ですね V を使ってプレイさせていただきました。今日はですね私俺は監督クイズ王になる男だ1問目の放送でした。ありがとうございました。またいつかねこのクイズ枠やろうと思いますんでそちらも楽しみにしておいてください。一応今日はですねこちらの枠としてからそうですね9時半か10時からですかね、9時半からか10時から、インディーズゲームをね少しやろうと思います、ウィニングポスターですねしばらく待ってください、うん金曜日か土曜日にはね絶対配信するのでそちらをねお楽しみにしておいてください。では皆さんとりあえず今日はですねここら辺で、お別れです。皆さんまた会いましょう。インディーズゲームはねまた後でね、まあなんていうんですかね披露しますんで、そちらを楽しみにしておいてください。では枠の方今日ね、撮ると思うんで、そちらを楽しみにしておいてください。で皆さん、お疲れ様でした。また会いましょう。そうですね、金曜にしますね、今ね。お疲れ様でした。また会いましょう。さあ、インディーズ行きます。お疲れ様でした。ピースウォーカーいつやんの。